オマハは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。オマハ級軽巡洋艦の一番艦。艦名は、ネブラスカ州オマハにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。オマハは、ワシントン州タコマのトッドシップビルディング社で1918年12月6日に、寄港する。1920年12月14日に、ルイーズ・ブッシュネル・ホワイトにより命名、浸水し、 1923年2月24日に艦長デイビッド C ラ・ハン大佐の指揮下収益した。収益後オマハは大西洋艦隊に加わり平時を過ごす。この間の主な任務は訓練であり、オマハは艦隊の中でも法術及び通信において優れるとして何度か表彰を受けた。平時の巡航では地中海及びカリブ海で数々の親善訪問を行い、 アメリカ海軍の異様を示した。第二次世界大戦への参戦直前である1941年11月6日、駆逐艦サマーズと共に大西洋中部の赤道付近で中立パトロールを行っていたオマハは不審な行動を取る船を観測した。その船は身元の照明を拒絶し回避行動を取ったため、オマハは停戦を命じた。不審船は正常機を形容し、 船尾には、ウィル元の船名があった。オーデンバルト戦場のオマハ乗組員オマハの部隊が、ウィル元に乗り込もうとすると、ウィル元の乗員は、救命ボートを降ろし船が沈んでいるという信号機を掲げた。部隊がウィル元に乗り込むと、彼らは、船内から爆発音を聞いた。逃げ出そうとする乗員の一人が、これはドイツの船で沈みます。と叫んだ。 オマハからの部隊は危険にもかかわらず船を救い、プエルトリコに運んだ。不審船はドイツの通称破壊船、オーデンバルトであった。オーデンバルトの捕獲はアメリカ海軍における大きなドラマの一つであった。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦すると、オマハは南大西洋のパトロールを継続し、ドイツの密航船への対応を行った。 ブラジルを拠点として、ジョーエットと共に行動中の1944年1月4日に、オマハは不審船を発見。船は直ちに穴が開けられ、乗組員は救命艇で脱出を始めた。オマハは船に接近して船を沈没から救った。翌日、別の不審船を発見したが、乗組員が発砲したためオマハは砲撃を行い、船は沈没した。 両戦ともドイツへゴムを運ぼうとしていた。3月、フランス南部での上陸作戦への参加準備のため、オマハはナポリへ向かう。8月19日、オマハはトゥーロンに対する艦砲射撃部隊の護衛を担当し、その3日後、ポルクロール島の攻撃に参加、同等のドイツ軍守備隊は降伏した。8月23日には、ジアンの降伏式に参加、25日には、 トゥーロン地区の目標に対する砲撃を行う。その後オマハは攻撃作戦から離脱し偵察巡回任務に就く。1945年8月15日の終戦時、オマハは南大西洋での偵察任務にあった。オマハは偵察部隊から離れ、フィラデルフィアに向けて出港、9月1日に到着した。10月17日までに退役予定官に選択され、 1945年11月1日に退役した。オマハは1945年11月28日に除籍され、1946年2月にフィラデルフィア海軍交渉でスクラップとして廃棄された。オマハは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。セオドアイ・チャンドラーは艦長としてオマハを指揮し、ジョージ・リンカー・アン・ロックウェルは 上院としてオマハで勤務した。ありがとうございます。